3月15日のケリ姫スイーツ、プレチケが5枚溜まってるんで、なんか回そうかな。そして左下のゲット、3つ目ゲットと、娘メンバー、いや覚醒武器じゃないか。でもな、覚醒武器もな、結局欲しいの強戦士のだけだし、しかも武器だからさ、ね、いい方の本、あれが当たるならまだしも、だから今回はやめとこ。ちゃんと覚醒の本の方でゲットしたいね。たとえ本の方で大成功出なくて普通の武器になろうとも。ということで娘メンバーの方試します。おっと、持ってるんじゃないか。君じゃないぞ。欲しいのは、いつも通り欲しいのは来ませんでした。さて、ギャリアリラボスのスヒャーでもやりましょうか。いました、1日2回の。で、まあ、船長を使うんですけども、おありがてえ、船長で会心の上がるドレスをつけてくれている。いなかったらね、助っ人 NPC でも入れようかなと思ったんだけども、助っ人 NPC が自分と同じドレスの効果のやつを出してくれるん で、はい、うるさいですと。こんぐらいでいいか、こんぐらいにするか。ほんとうるさいな、この BGM で。やっつける方法は船長でひたすらと。あー、出なかった。これでクリティカルでどんどん削っていくっていう、それだけですね。あれだけあったのに残り25、結構削ったのがわかるでしょう。うまくいけば削れると。で、あまりでかくなるのはよろしくない。うわー、出ないな。でかくなっちゃうとフレンドリーファイヤーが当たりやすくなっちゃうからな。うー、出ないな。うー、そのうー言うの以下略。痛い。で、敵の攻撃はハチュネミク真の回復で何度かする。隙間を塗って、次はお供のキャプテン、同じような位置から撃つ。よし、クリティカル。当たらないように位置を調節して、よし、手法テーン、手法しかないけど、よし、いけ、示談テーン。こういう流れはいいんですよ。足の誰か一人死んだ、俺だ。死んだのは誰だ、俺だった。ここはね、どうしようかな。いや、強戦しても打っていきましょう。隙間を縫ったわけじゃないのに隙間を縫ってしまった。そして属性が悪いので全然効きません。ホムホムでデバフをかけといた方がマシだったかな。ウマスクとかの割合ダメージもありだけども、まあビビたるもんなんで、もうほとんど強戦士じゃない、宇宙船長でどうにかこうにかするしかない。で、最後のゲージだけ頑張る。ループでもいいけど、あ、でも回復が今いないか。まあループでガードしても食らうときは食らっちゃうんで。ただもっと出てもよかったな、せっかく3人船長いるんだし。出が悪いね、ふん詰まりかな。属性効果がなくてもこんなもんと。やっぱ弱点じゃないとな。痛い。
これでラスト蹴り。コンティニューできるけどもしない。もったいない。あー、ダメだった。そこはクリティカル出してほしかったね。はい、死んだ。まあ、どの道このターンで終わりなんで。チャク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 シャクン。まあこれだけ減らせれば上等じゃないか。でゲットをしてと。削るごとにアイテムが徐々に手に入るのはまだいい。さてこんな感じかな。ふう、まあスフィア一回やるだけでだいぶ疲れるからな。襲来系のボスとかもそうだし、あとは戯れに昼寝姫ほとんどちゃんと言えない。昼寝姫でもやっておきましょう。強戦士でエクセレント出せばだいたい削り切れる。60数万あればって感じかな。あーでも60何万かのフレンド使っても倒しきれなかった時もあったから、うん。へえ、ロジコマどこに打ってんの。70万ぐらいあれば一旦でいけるかな。まあでもそんな手間じゃないんでね、2蹴りで済んでるんで。まあ、ここも結局強戦士慢性なステージでしたと。タブレットのみがどんどん溜まっていく。何回ぐらいクリアしたんだここも。まあ、大した数はやってないけど。あとやってないのが服があと5個、鬼討伐があと7回。うん、少ないね。一バトルで済むからとてもいいです。とても楽です。コラボのおかげでちょっと優しくなってるのかな。てな感じで今日はこれぐらいにしておきます。また明日。